中で眠ってしまって、誰かベッドに運んでくれたのね。何か聞こえる？気のせいかしら。いえ、確かに聞こえる。逃げましょう。返せ、クソ返せ。逃げるってどこへ？とりあえず宮殿に行きましょう。まだあそこまでは農務兵も来てはいないでしょう。よーい。
あの人たちはまた我々をノームの国まで連れて行くつもりです。まあ、なんてしつこいんでしょう。我々だけじゃありません。この国の人々もみんな捕虜にするつもりらしいんです。大変だわ。でもこの国の人たちは変ね。誰も起きてこないわ。はい、この国の人たちは夜ベッドに入ったら何が起きても朝まで目を覚まさない習慣になっているのです。長い長い間ずっと平和な時を過ごしていましたからね。それじゃもっと大変だわ。キコリさんは何をしてるの？ノーム軍と戦っています。あの人なりのやり方でね。よしね、急がないで順番順番。怪我すんなよな。とてもじゃないけどキコリさん一人ではこのノーム軍をやっつけられないわ。一体どうすれば。卵です。え、卵ですよ。忘れたのですか、ドロシーさん。ノームの国に行った時、チックタックさんの頭の中にあった卵のおかげで我々は命拾いをしたことがありました。卵じゃ、卵じゃ。そうだわ、卵よ。はい。私ってどうしてあんな大事なことを思い出せなかったのかしら。私も逃げ回っている間どうしたものかとシアンにくれていたのです。でドロシーさんにお会いしてふっと思いつきまった。そのふっくらとしたほっぺ、その卵さんそっくりな、そのツルツルスベスベしたお肌を見ておりまってね。もういいわ、わかったわよ。カカシさんってどんな時でも心のどこかが暇なのね。私の心がどこか暇。何何。あ、はいはい、暇はないです、卵です。もういい加減でやめましょうよ。ストレンドだ、いけいけ、持ち上げ。なんでしょう、何かこのざわざわしますね。
こいつも可愛い顔して寝ておるわ。よしよし、いい子だいい子だ。おとなしくしてろ。もうすぐ脳無の国に連れて行ってやるぞ。よいしょ。静かにしろ、静かに。どけ。ああ、悪かった悪かった。あのおじちゃんが悪いね。それそれ、いいものあげるよ。より静かにして、さささささ、おとなしくしろ。おい、こっち来い、こっち。いいか、今度わしのこの可愛い赤ん坊を泣かせたら、お前も家というほど泣かせてやるからな。わかったな。はい。よし、わしの代わりやれ。はい。くすぐったい。もうやめて。そこ食べんな。想像しねえ。わかりました。静かにします。王様、お喜びください。このエメラルドの都は、ほぼ我が軍の手中にございます。おお、そうか。この城のほとんどの人間を捕獲いたしましたが、現在まだ未捜査の部分もありますので、そこを探索中でございます。ご苦労。念を押すまでもないだろうが、一人残らず捕まえろ。一人残らずだ。はい、十分に分かっておりますです。よし、ではいよいよわしの底力を見せてやる時が来たようだな。すると、いよいよこの屋上の宮殿を。そうじゃ、あそこにはあの恨み重なるカカシ野郎や小娘のドロシーがいるはずだ。では王様が直々にお捕まえになるのでございますか。そうだ、その出発だ。夜明け前までに奴らを捕まえるのだ。それが済み次第ノームの国に帰るぞ。大賛成でございます。私はこんないつ明るくなるかわからないようなところはもう真っ平でございます。安心しろ、まだ時間は十分にあるぞ。はいはい。ところで、あの化け首はどこにおるのだ。それはさっぱりわからないので、あいつは私の言うことなど聞かずに勝手にどこでも行ってしまいます。しょうがないやつで。エメラルドを独り占めにしようとしてるのだな。せいぜいうろうろ探すがいいさ。あんな奴に見つかるはずがないさ。役立たずめが。
ヤショ君。ん？いやいやいや、ヤショ君、君たちやっと来てくれたんだね。待っていたんだよ、僕はずっと待っていたんだ。やつはガブではないか。生きていたのか。そうですよ、思い出してくれてありがとう。そういうあなたはノーム王。お懐かしい。なんだあいつは。どうなっとるんだ。ちょっと おかしくなったのかもしれません。いえいえ、おかしくはありません、ブランディさん。おいガフ、何してんだ。お前は何のためにこの城に来たのだ。言ってみろ。詳しいことは忘れました。多分私はオズマ姫の戴冠式に招待され、この都に来たのだと思います。何？来た甲斐がありまして、全く素晴らしい戴冠式でした。完全におかしいであります。やつは魔法をかけられたに違いない。あいつに近づくな。魔女に捕まるとやつのようになっちまうぞ。気をつけろ、気をつけろ。ああ、お急ぎの御用が終わりのようですね。皆さん結構ですよ、ここでお待ちしています。お帰りの節は必ずお寄りください。お話ししたいことはたくさんあるのです。この階段を抜け出ると屋上の宮殿に出られます。ブランディ。はい。カカシ野郎やドロシーたちは今何をしておるかな。多分我が軍の攻めてくるのが怖くて部屋中うろうろ歩き回っているのでは。どうして奴らが歩き回っておるのだ。物音一つせんではないか。はい、じゃあ多分ベッドの中で震えているのでは。ところでブランディ。はい。カカシ野郎やドロシーは我々のその弱いところをまだ覚えておるかな。弱いところと言いますと、あの例のあの卵だ。私は王様がそうおっしゃるまで忘れておりました。 お前もそうか。わしだってあのことはめったに思い出せないのだ。私たちですらめったに思い出さないことを奴らが覚えているとは考えられません。よく言ったブランディ、その通りだ。奴らが覚えているはずはないのだ。よし、決まった。これでわしらは正々堂々と戦うことができるのだ。者ども進め。私ドロシー。ノームの人たちってなんて卵に弱いんでしょう。あんなに勢いの良かったノーム軍はあっという間に総崩れ。ところがまだあの化け首が残っていたの。次回
ドロシー頑張る。お楽しみにね。